関節はポージングを保持するために動きは固めに設定されています。ゆる感じまして、模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はエヴァンゲリオン初号機を作る12号を組み立てます。エヴァのトップページギャラリーは暴走時のエヴァ初号機第4の使徒との戦い、ダイアログラインは逃げ出した後、そしてエヴァミュージアムではエヴァンゲリオン VR ザ魂のザ暴走ということで、バンダイナムコアミューズメントが手掛ける VR アクティビティについて書かれていました。パイロットとしてエントリーフラグに登場して第10の使徒を迎え撃つストーリーが楽しめるそうで、発信シークエンスとか本編の映像でおなじみの状況を自ら体験できるとあって好評なんだそうです。今は東急歌舞伎町タワーの中のナムコ東京で稼働中だそうです。面白そうですね。エヴァンゲリオン初号機を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。ちょい今回は左腕3ということで、パーツはこれとこれはガンパーツになっています。これを、そしてこれもだ。でこれが左腕、あとはサラワッシャーとビスとナットです。パーツは全部ありました。まず11号で取り置きしていたこの左肩とビス1個ナット1個ノンスリップステッカー、これを使います。これを剥がしてこの11号で組み立てたここに巻きつけます。届かん。測れる、こんな感じでしょうか。こっちが丸でこっちが六角形になっちゃうけん、こっちの六角形にナットを入れて、マステで留めます。そしたら9号で組み立てたこの左腕ユニットをここにはめる。逆かな？こう。これでセット完了。そしたらさっきのゴツゴツしたやつを丸と六角があるので六角の方を上にしてセット完了。で上からこれをこうします。でビスで留める。こんなに隙間あるけどいけるかな。お、しまっていた。これでいいか。90度回転。こうかな。はい、これで完成です。すごいな、これでいいんかな。うん、良さそう。次にこっちか。こっちが丸でこっちが六角なので、六角でナットをはめる。で、マステぐちゃぐちゃにしちゃった。もう一回使うんかい。で、こっちからネジをセット。そしたらこっちか。これが突き出てるのを上にして、こっち側に、下からか。あ、落ちた。こう。で、ここにワッシャーを2個使います。まずは、この向きで、あと。こう。この向きで入れて、こういう感じ。で、次に、から入れる。この状態、シンバルみたいな感じ。シンバル逆かな。で、さっきのマステしたやつのこっちじゃない方をはめる。見えん。こうか。待って、マステは取っちゃダメか。こう。で、ひっくり返して、止める。これ考えた人すごいな。わけわからんな。これの方が普通のネジより強いってこと？ワッシャーも2個使ってるもんね。はい、こんな感じです。そしたらここにネジ入れて、ベンチでネジ止め。できた。これが前腕でこっちで、これをゆっくり伸ばします。軽いかな。関節はポージングを保持するために動きは固めに設定されています。ゆるっ。お、硬い。なったけどこっちが緩い。よし、こんな感じかな。こっちも動くしこっちも動く。固めです。できた。でここも動くしここも動くしここもは動かん。すごいね、めっちゃ動くね。はい、これで左腕の骨ユニットが完成です。はい、今これ原寸大なんですけど、左だからこっち、この辺を作っています。あ、まさにここだね。だけど肩だね。本当に肩から上腕の筋肉、ここは下腕っていうの、下の腕の筋肉、さらにここから手首につながるっぽいです。はい、今回はここを作りました。あんまり緩すぎると多分ポージングができないので、しかも時間が経ったりいっぱい動かしてるうちに緩くなりそうなので、最初はめっちゃ固めでも良さそうです。それでこれは取り置きでした。次回の13号は左腕4と頭部となっています。なのでこれの続きとこの頭部の続きっぽいです。お楽しみに。おっとっとっと。最後まで見ていただきましてありがとうございました。エヴァンゲリオンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてこのデアゴスティーニのエヴァンゲリオンは皆様からのクラウドファンディングで作っています。図書カード、クオカード、SNS でつながっている方は図書カードネットギフトやクオペイでも受け取れます。よろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。ダンダン。また見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。